はい、プチ、はい、こんばんは。天ヶ崎の剛長内っつうとこでね、今日が月曜日、週の一発目っつうとこでね、8時の26分ね、なかなかの巻きでございましてね、今日も暑かったけどね、皆さん無事にお勤め終えられましたでしょうかっつうとこでね、私もなんとか無事に何レオね、うちの愛犬第1号レオでございますけどもね、なんとか、無事のお勤め終えてまいりました。皆さんもどうでしょうか、無事のお勤め終えられましたでしょうか。そしてこの時間帯ね、8時26分から8時半ぐらいからお勤め今からですよという方につきましては、ラストまでね頑張ってほしいな。そして今現在お勤め中の方、お仕事中の方ね、ラストまで頑張ってほしいなというところで、今日はね報告あったけど忘れたと思ったけど忘れてない、覚えてるのさっきだから、リルクとねお散歩中に久しぶりにね、いわゆる街中での声かけっつうとこでね、ありがたいですね。いわゆるあのこのシャツはね天津用オリジナルじゃなくて、いわゆるレオとリルクの、オリジナルの T シャツにこのキャップとね、まあ、グラサンっつうのはね、これはまあ YouTube はグラサンでございますが、いつもはプライベートはグラサンではございません。ただの色がついてる、金眼と乱視でございます。それで、ね、ちょっとイケメンのお兄さんとね、いわゆる綺麗な、彼女さんでしょうね、まあ、奥さんじゃないと思うけれどもね、彼女さんでしょうかね、自転車で2人で来てね、リルクがいましたからね、ベビーさんの彼女さんが、あ、かわいいな、ワンちゃんということでね、そしたら、イケメンの彼氏さんがね、いきなり、うお、天津代さんや、天津代や、ってね、天津代さんうち、ね、いつも見てますって、ありがたいですよね、もうテンション、バッコーンですやん、それだけでね、ありがとうございます、大きい、ね、また、見かけたら、ね。お気軽にお声掛けお願いいたしますよということでね、今日ちょっとね片頭痛、たまにあるんですよね、これ肩こりからなのかなんなのかね、年のせいだと思ってるので、まあ、肩こりの可能性が高いかな、どちらかというとね、いうところでね、だけどうーんってねなりました。そしてもう一つは Facebook でねお友達になってくださったっていう方でね、鹿児島の方でちょっとお名前、ね、言っていいかどうかっていうのが微妙だったもんでね、今日は伏せとこうかなってことね。ありがとうございます、ね、めちゃくちゃ嬉しい。たまたま今日はこのね順番じゃございませんがランダムにやってございますがね、たまたま桜島やろうっていうところでね、散歩中に思ったんじゃございません。昨日からこのファイルがそうなってございましたのでね、それは頭に入ってたからそういうふうに、Facebook で書き込んだんですけどもね、そしたらふるさとだというところでね、鹿児島の方からも今日はね応援いただけるというところでね、ありがとうございますね。もうどこ地球の裏側まででもね飛んでいってくれっていうところでね、いつもの自己満でございますよね、これべしゃりが長いでね、怒られたりなんかして3分50秒、ね、なってございますから、早いことをやって早いことアップして、なんとか10時までね、9時台に、アップ作業を進んで届くようにというところでねやってございましてね、まあまあまあ、まあ、他に報告あったかもだけど忘れたね、今度忘れたね、いうところでね、今日はこの2点を非常に嬉しいなっていうところでね、天津のもうなんかテンションがバッコンって上がるっていうところでね、いきます、よろしくお願いしますね。そして今日初めてこのチャンネル、天津のチャンネルをね、偶然にも兄貴の関連動画からか、もしくは天ヶ崎の食い倒れとかね、美味しい店紹介とかからね行ってくださった方につきましてもね、天ヶ崎の通信長渕チャンネルよろしくお願いしますよ、チャンネル登録の方よろしくお願いします、プチッ、ね、やっていただいて、まあ、楽しんでいただきたいなと、毎日でございますからこれね、コロナに3回かかっても
まあ休んでる時ももちろんあったと思うんですよ。そして復活っつうのは必ずトンボから入りますので、もう休みたないなっつうところでね、毎日でございます。よろしくお願いします。いきますよ、めちゃ長いからね、この辺り今日はねちょっとおまけができない、ずっとねご覧になってくださってる、聞いてくださってる方はご存知なんだ、昨年11月にねちょっとおててのほう、ね、指のほう怪我しまして、ね、現場で怪我しまして、そのリハビリがこの11月までっていうところでね、ちょっと治るか治らないかのギリでございましてね、なかなかその痛みしびれっていうのが続いてございましてね、まあこれ下手したら、まあ後遺症といいましょうか、この現状のままかもわかんないとね。だから連続でね、まあ、自己満でしょ、まあ、下手なんだけど連続で弾くことがかなり困難になってしまったっていうところでね、ですからだいたいやって一つやって、そしておまけのコーナーで A メロだけ半分だけっていうねやってございますが、今日はちょっと下手したらこの一曲だけになってしまう可能性もございます。これね、なっている時は10曲ぐらいはいけてた、連続でね。まあまあまあ、まあ、そのあたりもご勘弁いただいて、アマツヨワールドっていうところでね、楽しんでやってください。よろしくお願いします。紫に染まり飛んで舐めて黙々と息をしている。俺は三橋から桜島フェリーに乗り、山よりも肌よゴツゴツのお前貴様の前に立つ。燃えて上がるわお浜桜島、丸一の地のホタテ薩摩のカラフル、立ち上る煙が天空を突き刺し、情熱の決意が俺の体を足で駆け巡る。おお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 お殺虫薩摩の荒くれおいらポケモン。俺は桟橋から桜島フェリーに乗り、山よいの肌よゴツゴツのお前様に抱かれ俺は眠る。燃えて上がるわお浜桜島、丸一の地のホタテ薩摩のパグラフト、歴史の雨に嵐に雷雨に勝つに打たれ、なおも挑みかかる島よ岩肌よ情熱の面を出す。わうわうわわうわわうわうわわうわわう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 わ
早起きなでしょ。今夜はここまで。暑い。自己満でしょ。ですからもうこのハートしかないわけですよ。正直な話ね、いうところでね、汗だく。そのあたりね、ありがとうございました。レオ、いいタイミングで来るな君は。君はいいタイミングで来る。そして皆さんにおやすみ言うて、レオもおやすみ言うてありがとう言うて、今日も一日ご苦労様でございました、お疲れ様でございました言うて、大きにありがとう言うて、バイバイ明日もよろしくねって、はい、レジャーのレジャーの、はい、レジャーのおやすみバイバイって、こっち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 やんか、はい、大きにありがとうね、バイバイ、おやすみ、よし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 、リジャーリルク、レル、レルおいで、リジャン来ません、レオです、バイバイ、おやすみ、ロックロール、明日もよろしく、おきにね、バイバイ、いい夢見てよ。